でもキリン吉本みんなのうんざぼ西尾和夫でございます。西尾和夫さんの言う通りやってくださいね。ずっといきましょう、はい、自分の体調に合わせて無理せず運動してください、はい、腹筋、腕立て伏せ、スクワットから運動を選んでください。どの運動で段取りしましょうか。なるほど、じゃあ今日はまあね、広がる範囲もあれなんでスクワットでいきましょうか。スクワット、はい、スクワット。すいません、よう聞き取れんかったって。スクワット。こんな西尾と一緒にね、スクワットを始めていきましょう。はい、足を肩幅よりちょっと広めに開いて、肩幅よりちょっと広めに、はい、こんなもんです、はい、皆さんも大丈夫ですね。次に両手を胸の前で交差するダントリでいきましょう、はい、そのダントリでいいです、はい、でゆっくりと腰を落としていきます、はい、腰を落としてください。でお尻を後ろに突き出す感じで、はい、太ももが床と平行になる位置まで下げていってください。この時膝が前に行ってないように、膝が前に出ないように、お尻を落としてください、ね、でそんな感じでダントリしていきましょう、はい、でハンドルを使わんと元の姿勢まで戻って、はい、戻ってください。私西岡さんが数をダントリしますから、はい、はいはい、では数えます。1と、はい、1、2と、はい、3と、はい、この休憩の間も、ね、楽しい話を西尾さんしてくれてるんで、暗いだけでは終わらない。